はい、今日はジャンプホースという PS4 のゲームを買ったので、これをプレイしたいと思います。まず開けてきます。2つ入ってました。ディスク入ってるかな、確認します。はい、入ってました。よし、これで OK。 次はこっちか、こっち開けます。何入ってる、はい、来た。すごい綺麗だなこれ。入れ忘れ、あ、ケースか。カメラ越しだと見にくかった。はい、いきます。ゲームスタート。ちょっと試しにこれやってみたいと思います。俺らでやるってばさ。結構映像綺麗ですね。ゾロと悟空と俺と対戦してます。待たせた、遅いぞ。ほっ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 、映像綺麗ですね。あ、キャラクター変わるときお、ゾロ。そんなもんか。そこか。そこか。使いやすいかも。お。お。そこか。すごいな。そこか。そこしだ。いろんなやつ使えてる、楽しいの。おめえ修行し直してきたらどうだ。こったこった。そら、もう一回いきます。そりゃそりゃ、そこを抜け。こうだいぶ慣れてきたかな。カメハメ、カメハメ、そこを抜け。ハンコ、おりゃ、ふっ、みぐる、さっきだいぶ、まあ、使い方分かったきたからだいぶ慣れてきたかな。いや、ほら、おりゃ、カメハメ、一つ技抜けるようになったし。右上が相手のライフか、あれがなくなれば勝ち。どれも技使える。おお、めっちゃいい。これやっぱ使いやすいもんね。うわ、技つかめ、どうした。1回目かかしで、あれ、これ教え子と戦ってる。うわ、空振っちゃった。命令するでない。
振り出し。なんで？これで決めるぞ。技使えた。やっと使えた。これで決めるぞ。いけいけ。これで決めるぞ。アイキック。そこを抜け。さあこれじゃな。やっ。はめはめ。もはや許さぬ。一度だって砕けよ。わらわの前に立ってない。はめはめは撃ったのに。いや。待って、うわ、倒されてよかった。これ今のこの状態でカメハメハとか打ってる形状を貯めてます。いや、元気分けてくれ。元気玉だ、元気玉できたぞ。これ覚醒技ですね。見苦しい。下がっつめ。サイヤ人になった。よし、おお、スーパーサイヤ人になった。おお、こうやってやるんだ。まんま戦えるんだ。おお、すげえ。スーパーサイヤ人になったか。おお、ためとくのか。さっき合わせたのに黄色になってこう、こうなのか。へえー、すげえ。ここだ。この手で隠し技とか使ってるの。ここだ、ここだ。すげえ。おお、終わっちゃった。おめえ修行し直してきたらどうだ。はい、次はストーリーモードっていうか、なんかストーリーみたいな感じなんですけど、隠せられた。だいぶ練習したかなと。すっげえちょっと強いですね。これオリジナルのキャラクターですね。自分で作れる。さっきよりついてるからあれか、最初だからあんま関係ないか。おお、よし、サイヤ人になれた。手で切る。これなった。なんだっけ、あのスーパーサイズなんとかってやつ。おお、すごいな、髪の毛もすごい。お、アスパラの先端みたいな髪の毛してる。すごい、これにもあるの。アスパラみたいな頭してる。
ちょい。すげえな。終わった。よし、終わった。さっきより強い。これ他のキャラクターもいろんな技使えるからすごいですね。他の別のキャラクターの技とかフリーザのデスレーザーとかも使えますし、誤算だったらそんな、まさか、うん、これまだそこない、うん、私を怒らせたよね。わかったね。やーりゃまだまだ、うん、はっ捕まえたぞ。終わりだ。マジなんだ。くらえた。油断したな。終わりだ。終わった。とりあえず終わった。倒した。次はベジータ。ストーリーモードみたいなやつですね。ベジータなんか、これ厄介なんだよね。ベジータは近づいて戦うんだけど、これ飛んで、これ結構強烈だ。離れて戦うんだったらちょっと難しいかな。近づいて戦ったのが、あ、これ。なるべく近づいて近距離に戦った方がいいかな、ベジータ。うん。強いし、やばいやばい。ゲームスコスコ行け。まだまだ。ちょっと待って、やられるって。やばいやばい。こいつをまともに受け止める勇気が。うわ。ファイナルフラッシュ。やばいやばい。負けちゃう。え、ちょっと待って。うわなんでよ、もうやばいやばい。これ強いって、これこれが厄介なんだ。やばい、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 やおー、分かった。危ない危ない。よし、とりあえず今回はここまでにしときます。また次回もしてきます。以上です。